カイル・パトリック・ハートは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB のボストン・レッドソックス参加所属。インディアナ大学時代の2014年には、トミー・ジョン手術を受けている。2016年の MLB ドラフト19巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級。 ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスで、プロデビュー。4試合に登板して0勝2敗、防御率2.31、19奪三振を記録した。2017年は、A 級グリーンビルドライブと、A 級セーラム・レッドソックスでプレーし、2球団合計で22試合に登板して6勝5敗、防御率2.15、109奪三振を記録した。2018年は、 AAQ ポートランドシードックスでプレーし、24試合に先発登板して7勝9敗、防御率3.57、100奪三振を記録した。2019年は AAQ ポートランドで開幕を迎え、5月にトリプル AQ ポータケットレッドソックスに昇格。2球団合計で27試合に登板して12勝13敗、防御率3.52。 140脱三振を記録した。オフに40人枠に登録された。2020年8月13日にメジャー初昇格を果たし、同日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビューを果たした。この年はメジャーで4試合に登板して0勝1敗、防御率15.55、13脱三振を記録した。オフの11月20日にマイナー契約で、 トリプル A 級ポータケットへ配属された。ありがとうございます。